だったっけな、集いか、何だったっけ、あ、これ結構レアな絵撮れてんじゃね、あっちにね、なるほどなるほど、あ、いや20分間これっていうの楽しめる、ね、いいじゃないですか。で、あ、車庫の方に入ってきましたよ。で、そこに、あの、給油所があるのも、そうですね。ディーゼルの給油もできるようになってるんですね。あら、便利ね。まあ、それはそうですよね。相当な燃料食うんでしょうからね、やっぱし。これだけの、でっかいやつを。鉄道なんで摩擦係数は少ないでしょうけど、言っとったら、これ一回奥で折り返すのか、なるほどな。時間が全然余裕あるんだったら、あそこの牛トラ行ってカツ丼買うっていうのも手なんですけどね。牛トラのカツ丼はうめえっすからね。そう、こっち来たら牛トラっすね。前はマルヤスって言ってもあったんですけどね、マルヤスは真っ逆たりで強いか、今何だったっけ、あれになってますよね、名前変わってベーシックか、あれマルヤスがやってるらしいですけどね、うん、どっちかというとマリアスがちょっと高級路線かなっていう感じの、そこまであの成城石みたいにあのガツンと、ハイエンドね、あのハイブランドみたいな感じではないんですけど、うん、ちょっといいセレクトショップみたいな感じのねやつで差別化を図ってたんですけど、がっつりと、値下げ路線に走ったっていうのがベーシックで、そっちの方がやっぱ当たってるんで、見事に置き換わりましたよね。どこだったっけ、京南以外はもう変わったのかな、京南は多分変えようがないのかな、ああとコスモス、でもコスモスもなくなってるのか、いろんなねブランドでやってる、まあ1号館みたいな感じでいろんなブランドでやってましたけど、ライトついた、照らされてるわ、わかるかな、わかるかな、ちょっと照らされてますよね、なんか今ライトがついたんですね、なんか検査用のライトなのかな、うーん、よくわかってないですけど、おお戻ってった、行ったら来たり、あー切り離した、あそこで切り離してんだ、うーん、楽しいですね、全然時間がなんて言っとったら飛ばしはずですよ、もう言っとるってやんな、連結切り離し解放切り離し結構会社によってなんて言ったらいいのかな、分かれますよね、 JR は結構何分結構時間を取ってカウントやる感じですし、近鉄とか京急はなんか早いってイメージですよね、近鉄めちゃくちゃ古い鉄とかめちゃくちゃいますもんね、はい、とりあえず切り離し、準急はとりあえず切り離しですもんねで、天王寺方面、安倍の場所方面はくっつけて延々と繰り返しますもんね、すごいよねあれも、どっちから来るの？伊勢市駅名物。松阪駅からも流れますけどね。JR の IC、トイカのタッチのやつが置いてあるんでね、あたかも使えそうですからね、厄介なんですよね。改札はあれに変える雨になりも、とはいえ、運用上どうしてもこっちの方はトイカの対応ができてないですからね、JR は。
イコカを使ってもらうためにトイカのやつを設置するっていう構造ですもんね。お、引っ張ってきた。あいつがもしかして運用に入るの？隣のやつか。動き出しましたね。よくわからん。なんとまる。とか、4両編成で行くはずないもんな。反対側から来るんだろうな。で、なんか、いや、ここは新しくなったんですかね。綺麗になってますね、そういや。余計話引っかかして、ああ、でもこっちに来るな。いや、あれが入ってくるの？ちなみにあれですね、あの朝市の伊勢鉄道とあの通の乗り換え、いつ使ったんだっけと思うと、あれか、名勝線行った時ですね。だからあれなら、三重県内にある JR の、末端駅、あ、JR のターミナル駅完成制覇の旅だったっけ。あれの時か。いい音だ。で、あれが？まもなく2番線に列車が参ります。あれが来るの？危険ですから。2番線にお越しください。F236 普通列車、小林2号線です。では、JR 線とか、秋田の潮見田駅です。いや、なってないから。あれが折り返してくるのか。あ、違う。あれか。それとは別で、え？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 快速家の車両じゃないの？え？こんな運用あるんだ。普通になってる。ラッキJR 線普通列車鳥羽行きです。伊豆ヶ丘、二見の浦、松下、終点鳥羽の順各駅の列車です。